オーブリー・ヴィンセント・ビアズリーは、イギリスのイラストレーター、詩人、小説家、ビクトリア朝の世紀末美術を代表する存在。悪魔的な、鋭さを持つ白黒のペンが出来載と歌われたが、病弱ゆえに25歳で死去した、イングランド南部のブライトンに生まれる、父・ヴィンセント・ポール・ビアズリーは、金銀細工師の息子、母エレン・ピット・ビアズリーは、軍医・ウィリアム・ピットの娘だが、祖先に、 大ピットがいたという証拠はない。二人指定の長男として生まれたオーブリーは、父方から工芸家としての器用さを受け継ぎ、母方から芸術に対する洗練された趣味を受け継いだ。稼ぎのないヴィンセントのために、母エレンは音楽教師として働き、オーブリーに文学や音楽の本格的な教育を施した。幼児から母にピアノを習ったオーブリーは、学校に上がる前からショパンを引きこなし、 音楽の天才と呼ばれた姉、メーベル・ビアズリーは女優となった。1878年、ブライトン近郊ハーストピアポイントの寄宿学校ハミルトンロッチに入学。ここで初めて絵を描き始める。1879年、初めて結核の兆候が現れる。1881年、病気のためにハミルトンロッチを退学。同年、オーブリーの健康のために、一家で、 ロンドン南港のエプソムに転居。1882年、当時ビアズリー家を援助していたヘンリー・エッタ・ペラム夫人から、初めてへの注文を受け、ケイト・グリーナウェイの絵本からの模写で報酬を得る。間もなく、一家で、ロンドンに移住。トマス・マロリー、アーサー・オーの仕差し絵1884年8月、一家で再びブライトンに戻り、ブライトンのグラマースクールに入学。学費は、 母方の大叔母が援助した。領長アーサー・ウィリアム・キングに才能を見出されて、以来、中世キングに感謝し続けた。この頃、コングリーブやウィチャリー、トーマス・カーライル、ジョバンニ・ボッカッチョ、トーマス・チャタートン、エドガー・アラン・ポーなどを愛読。1888年、ブライトンのグラマースクールを卒業。一家で、ロンドンに移住し、ピムリコ地区のケンブリッジ通り32番地に今日、構える。 ロンドンのクラークンウェルチック測量事務所に事務員として勤務。1889年、ガーディアン火災生命保険会社の初期に転職したが、年末に拡血したため休職。1890年、小説風エッセイ、残悔訪問簿の話を、ティットピッツ氏に発表、1ポンド10シリングの報酬を、得る。1891年7月12日、画家エドワード・バーン・ジョーンズの画質を、 アネメイベルと共に訪問し、作品を見せたところ、才能を絶賛され、勤めを辞して画家になることを勧められる。同年8月以降、バーン・ジョーンズの勧めで、ウェストミンスター美術学校の夜間クラスに出席し、校長フレデリック・ブラウンに指示。これが、生涯唯一の正式な絵の勉強となった。同じ頃、母方の大叔母が死去したため、500ポンドの遺産を相続。 同時期に古美術研究家エマーバランスの紹介で、ウィリアム・モリスに会うが、剣もほろろの扱いを受けて、反感を持つ。1892年、バランスの紹介であったロバート・ロスによって、ロンドンの芸術界の主要人物たちに引き合わされる。同年6月、保険会社の年次休暇を利用して初めて、パリを訪問。同年の晩夏、保険会社に辞表を提出。1893年、 行きつけの書店の主人フレデリック・エヴァンズの紹介で出版業者ジェーム・デントに会うバーン・ジョーンズほど金のかからないバーン・ジョーンズを求めていたデントのために以後約1年半にわたってトマス・マロリー作アーサー・オーの死の挿絵を描くこの仕事が始まると同時にウェストミンスター美術学校を退学アーサー・オーの死の挿絵はウィリアム・モリスから表説呼ばわりされたが 彼の作品はただ急変な白物を模倣したに、過ぎないが、僕の作品は新鮮で独創性にあふれていると言い返した。オスカー・ワイルド、サロメ・サシエ1893年2月2日、ロスの紹介で知り合った、ルイス・ハインドの発行する、ペルメル・バジェット氏でデビュー。同年5月、憧れのジェームズ・マクニール・ホイッスラーに、パリで会うが、悪印象を持たれてこき下ろされたため、復讐に、 コイスラー夫妻を揶揄する風刺画を描く。同年6月、パリから帰国後、オスカー・ワイルド作、サロメの挿絵を描く契約を結ぶ。この作品の挿絵を描くように商用したのは、作者ワイルド自身だったが、ビアズリーの絵は、僕の劇は、ビザンチン的なのに、ビアズリーの挿絵はあまりに、日本的だとの理由により、ワイルドには気に入らなかった。 作者を揶揄する内容の数枚の差し絵もワイルドを怒らせた。ヨハネとサロメ1894年、差し絵入り文芸史、イエローブック総監、同志の美術担当編集主任となる。この頃経済的に余裕ができたため、ピムリコ地区ケンブリッジ通り114番地に家を購入し、姉メイベルと同居、近親相関説も囁かれた。この屋敷の画質は、ビアツリーの移行により、ユイスマンス、 坂島の主人公、で絶賛との書斎に習って、黒とオレンジ色で統一された。同年初頭より、セントポールズ市で写真を描き始める。ビアズリーによるオスカー・ワイルドの似顔絵1895年4月5日、ワイルドが男色の罪で逮捕され、大きなスキャンダルとなる。ビアズリー自身は男色家ではなかったが、サロメ以来ワイルドと一体視意されていたビアズリーは、 当時の英国の世論から猛攻撃を受け、イエローブックから追放された。同年4月20日、追われるようにして、ロンドンからパリに渡り、短期滞在。同年5月5日、パリから帰国後に、出版業者、レナード・スミザーズと知り合う。スミザーズは、社会的につまじきされている、芸術家の作品を専門に出版していたため、これ以後ビアズリーと切っても切れない間柄となった。 7月、ケンブリッジ通りから、チェスターテラスの借屋に転居。まもなくベルギーのディエップを訪問。1895年8月、ディエップから帰国。チェスターテラスを去り、かつてワイルドが執筆に用いたことのあるセント・ジェイムシズ、プレイス10番地に移る。同月後半、敬愛するリヒャルト・アーグナーの祖国であるドイツに渡り、ケルンにてし、床屋のバラードを執筆。ニュンヘン、ベルリンを訪問。 続いて、9月後半までディエップに滞在。この頃、タンホイザー伝説に基づく公職小説、ビーナスとタンホイザーとその差し絵を執筆。10月、ロンドンに戻り、セント・ジェイムシズ・プレイスに落ち着く。1895年から1896年にかけて、ビーナスとタンホイザーの開口版である、丘のふもとで、を、ベルギーのディエップにて執筆するも未完に終わる。ポープ、 神の住み差し絵1896年1月、スミザーズとアーサー・シモンズの招きで、サボイ師総監に参加、同志の美術編集者となる。週休25ポンド、2月、パリに移転。スミザーズ宛ての書簡に、パリは僕によく会っている。途方もなく、長期にわたって、ここに滞在すると思う。肘鉄とすげない扱いしかよこさないロンドンには、いつ戻るかわからないと記す。 3月下旬、スミザーズと共に、ブルッセルへ行き、この地で滑血。4月、秋に備えて、パリに移転。5月あるいは6月、ビアズリーによるアレグザンダー・ポープ、紙盗みの差し絵を見てホイッスラーが絶賛。ビアズリーに対する、それまでの自分の評価が間違っていたことを認めて謝罪。これにより、ホイッスラーと和解する。 1896年6月後半から8月前半にかけてスミザーズの依頼によりアリストパネスの女の平和の挿絵をエプソムのホテルスプレッド・イーグルにて制作7月遺言状を作成同年12月サボイ配管、健康状態の悪化により経済的に困窮し借金がかさみ1897年以降はカトリック詩人 マルク・アンドレ・ラファロビッチからの一気百ポンドの支援で路名を繋いだ。この頃、僕は今やかつてのロココ的人間の惨めな影にしか過ぎないと手紙に記す。同年3月31日、ラファロビッチやジョン・ヘンリー・グレイからの執拗な説得によりカトリックに回収。アリスト・パネス、女の平和差し絵同年7月、出国後のワイルドとディエップにて再会。 レディング監獄の歌の想定を依頼されたが、健康状態の悪化を口実に拒絶した。ワイルドの側では、ビアズリーの才能を高く評価していたが、ビアズリーの側ではワイルドを敵視していたとされる。同年末、南仏のマントンに転置、1898年1月、結核の進行により右手が動かなくなる。1月末以降は寝たきりとなり、死、象下の一辺を書く。 カトリックの信仰に沈潜し、生徒伝を読みふける日々が続く。ベン・ジョンソン、ボルポーネサシ絵同年3月16日、結核のためマントンにて死去。遺産は836ポンド17シリング10ペンス。ベン・ジョンソン作、ボルポーネのために描いた作品が絶筆となった。ビアズリーの作品は、女の平和の差し絵など哀愁なものが多かったが、 死の直前には、スミザーズに宛てた手紙の下書きで、それらすべてのわいせつな作品を破棄するよう依頼した。しかしこの依頼は実行されず、その代わりに、彼の作品は、ハリー・クラークや、バイロス、ホーゲラ・ー・ボルプス・ベイデなど多くの画家に影響を与えた。日本では、水島に酔う、米倉正金、佐伯木敏夫、山名文夫たちの作品に、ビアズリーの影響が濃厚である。漫画家では、 山岸良子や、迷る、峰弘氏がビアズリーからの影響を辞任しているほか、手塚治もその作品、メガワットで、彼の作品の模倣を行っている。ありがとうございます。